遂げられなかった思い4セット。バージョン 4.6 にて追加された燃焼反応に着目した生物です。しかしその新しさからか性能はかなり奇抜。すべての行動に対する 50% のダメバフと優秀な性能に引き換え、燃焼反応を起こし続けるという必要性がありました。バージョン 4.7 の現時点ではこれを活かしきるのはちょっと困難。当チャンネルでは烈海カールレッキーノとキャンディスを組み合わせるという編成にて、キャンディスに火力を出してもらおうということもありましたが、まあどちらかといえば断章4セットの厳選のおまけというふうなことが多かったですね。言うまでもなく来るであろうと予測されていた新キャラクターエミレー用だろうなとは誰もが想像にたやすいものでした。そしてバージョン 4.8、 念願の燃焼にコンセプトを見据えたキャラクターエミリエが実装されます。後半戦でのガチャとはなりますが、フォンテーヌ最終段階にて燃焼反応がついに日の目を浴びる時が来たのかもしれませんね。まだわかんないけど。では本題、今回はその燃焼反応に関する知識を深めるということも踏まえた上で、まずはその燃焼反応に編成を軽く考えていこうじゃないかというものになっています。燃焼蒸発に関しては結構前々からキャンディスで試していますので、今回は燃焼妖怪のお時間です。あの有名なお魚頭先生も一番強いのは妖怪パーティーなんだとおっしゃってましたしね。ダメージが2倍となる妖怪反応を今回は燃焼と組み合わせ、さらにはここに遂げられなかった思い4セットまで加えちゃって、エミリエ実装前の検証としていこうではありませんか。というわけで今回ご紹介するのは燃焼妖怪型メイン運用ロサリアです。さあ詳しく見ていきましょう。燃焼妖怪型ロサリア。正直この運用方法自体は草元素が登場したバージョン3の頃から開拓はされていましたね。ただ今回特徴的なのが、遂げられなかった思い4セットを持つこと。遂げ重4セットのおかげでダメバフが不足していたロサリアをメインとして立たせることができるようになったという点にあります。これをしっかり見ていく上で、まずはロサリアの性能を軽く確認。ロサリアは設置型の氷元素攻撃を行うキャラクターでありながら、物理アタッカー、会心率サポーターなどをこなせる万能キャラクターです。特に固有テンプによる自身及び味方への会心率サポート、凸効果の解放による物理耐性デバフ、15秒 CT のうち12秒間継続する爆発などなど、裏から味方をサポートする能力に長けている一面が目立ちますが、高めな通常攻撃倍率、取り回しが良く立ち位置への変更や攻めの継続が可能な元素スキル、攻撃速度と通常攻撃ダメバフを上げる凸効果、凸効果で60族と少し重めな爆発も取り回しが良くなるなどなど、基本性能に関しては無駄がほとんどない完成されたキャラクターだと思っています。裏に行ってサポートできる能力というのは、言ってしまえば表に立っていてもできてしまうわけでして、今回はこれを軸に外部からサポートを受ける形のロサリアを組んでいきます。エミリエが実装された後の想定や変化も予測してご紹介していきますので、参考にしてください。予想ですが、多分実装後の方が強いとは思います。では今回の編成がこちら。カズハとベネットによる炎付着、これをナヒーダで拾うことで燃焼反応を維持し、そこにロサリアの妖怪を叩き込む単純な編成です。既存のキャラたちだけで組んでいるので、実は今になって紹介するほどでもないのですが、トゲオモロサリアという選択肢が生まれたことで、さらに火力を出しやすくはなっています。まずはビルドの解説から。ロサリア、今回の主役です。武器はセキサ、フィヨルドから選択していきます。今回はフィヨルドを精錬ランク2で持っていきます。武器効果の方はちゃんと発動しています。生物はトゲオモ4セット。燃焼反応が続く限り、常にダメバフ 50% の破格の数値を全ての行動に対して与えてくれる効果です。しかもその燃焼反応というものがもし途切れてしまっても、6秒以内に再燃できればキープは可能。燃焼反応が途切れ、ダメバフが0まで下がっていく時間までと考えると11秒ほどの猶予があります。ダメバフが0になったところから 50% に戻すためにかかる時間は燃焼起動から5秒。この間ロサリアは別に裏にいても大丈夫です。重い4セットの生物、案外効果自体の発動は割と安定させることはできるんですよね。今回はこの燃焼反応を起こすタイミング、起こさないタイミングを分離しつつ、ダメバフを継続させていこうという魂胆です。
では、肝心の草元素枠ナヒーダです。ここの枠が将来的にエミリエになるんじゃないかなとは踏んでいます。生物は森林用セットを装備しています。普段の装備です。ちなみにここは森林である必要性はありません。武器に関しても普段お使いのものをお持ちください。無凸ナヒーダでの運用になります。ナヒーダの追撃、便利に見えますが燃焼反応とは少々相性が悪く、燃焼反応を持続している間に炎元素で攻撃を行っても実は追撃は発生しません。ここに風による拡散と氷による溶解という別元素の反応を織り交ぜることで、ナヒーダによる草供給を安定化させて燃焼を維持しやすい状態を作ろうという話です。では肝心の拡散要因カズハ君、ダメバフ、耐性デバフ、あと爆発での炎元素の供給を行います。清風剣の方を装備していますが、まあ爆発が回れば何でもいいです。ちなみにこちらも例のごとく無凸です。熟知ドカ盛りのビルドにしてあげてください。最後ベネット、今回は貫突での運用です。ビルドはお好みで大丈夫、私は亡命者が便利だと思っています。武器に関しては普段から原木刀を使っているのでそのまま装備していますが、今回の編成では燃焼反応を起こすことによって武器効果を発動できます。さて編成の動きを見ていきましょう。まずはローテーションだけ確認。ロサリアスキルから始動、ナヒーダに切り替えてスキル爆発を展開、氷付着してるんでカズハで拡散、ベネットで爆発、カズハで爆発を打ちます。ちょっと待ってから切り替えてロサリアで爆発を起動、そしてあとは通常攻撃ペチペチやっていく感じです。何が起こってるのか具体的に見ていきます。まずはロサリアナヒーダで草氷の共存状態を作ります。この状態に対しカズハで拡散を起こすと氷拡散に、カズハによるダメバフが与えられます。これに対してベネット、カズハ爆発で炎の竜巻の拡散、そしてロサリアでペチペチ叩きながら爆発、スキルによる妖怪を起こそうという流れですね。そして今回はこのロサリアの通常攻撃、これが結構肝になってきます。燃焼反応を維持するという問題の上で重要なこととしては、草元素の供給を続けることということにあるのは皆さんご存知かと思います。燃えている敵相手に草元素をぶち込み続ければ燃焼し続ける、だからこそそこに氷元素をぶつければいいじゃんというのが燃焼妖怪編成です。ただこれ実は単純にこうはうまくいかなくて、燃焼妖怪を続けると草元素を与えるだけでは燃焼が終わってしまうんですよね。言い換えると炎元素の供給手段が何らかで別の形で必要になってくるという話です。燃えてる焚き火に氷入れまくったらどんだけ腐っても燃えへんよなって話ですね。実際試して見てみると、ナヒーダの草供給だけではロサリアの爆発によって燃焼反応は終わってしまいます。これでは重い4セットも意味をなしません。ではこの炎を供給する役割として何を使おうかというので、カズハの炎拡散とロサリアの通常攻撃という風になるわけです。カズハの爆発に関してはロサリアが通常触れない時に炎付着を起動してくれますが、爆発の効果時間自体はかなり短めです。そんな効果時間の弱点をロサリアの通常攻撃や銃撃によって炎元素攻撃で行うことで補うわけです。しかも今回のこの炎元素通常攻撃、カズハによる炎バフ、ベネットによる炎バフ 15%、 ロサリアの凸効果で 10%、そして燃焼反応が維持されることによってトゲ重で 50% とダメバフがある程度担保できちゃいます。言うまでもなくトゲ重の効果は爆発やスキルにも乗り、これにより双方にある程度のダメバフを確保することができるようになっています。今までの燃焼妖怪ロサリアの編成であれば、このロサリアは金メッキ4セットが多かったんですけども、金メッキでは得にくかったダメバフという大きな問題点がトゲ重なら解決できちゃうよという話でした。結果的にですが、このように炎の通常攻撃、銃撃、また氷元素のスキル、爆発でいい火力が出せているんですよね。これ言うても星4武器のセレナク2でこの火力なんで、結構魅力的に感じませんかね。まあ強さばかり語るのもあれなので弱点についても語っておきましょう。めっちゃ単純明快、エリアの制限と中断体制のなさです。ナヒ、カズハ、ベネット、ロサリア、全てがエリアの制限付き。領域内に関しては全てがうまく噛み合うものの、ここから出られたりウェーブ戦闘とかだったりすると結構不向きです。
エリアから出られてしまえば氷付着が間に合わなくて氷拡散が困難になったりすることもしばしば、かなりピーキーな編成ではあります。そしてこの編成ではダメージ軽減や中断耐性といった編成を安定させるための枠が一切ありません。ベネットの回復だけです。まあ練習すれば扱えなくはないとは思いますが、なかなか扱いには慣れが必要ということで、エリアから出ていった敵に関してはカズハで吸引したり、ローテーションの維持よりも爆発無敵を使った回避などが必要になってくる場面も多々あります。かなり攻めっ気が強い編成になっていると思っていただければ大丈夫かと思います。では改めてこの編成の将来性、すなわちエミリエに組み替えたらどうなるんだいという話を考えてみましょう。あくまでも予測ですが、現時点の情報や生物情報から考察するに、エミリエは攻撃参照の火力を出すタイプのサブアタッカーであると思われます。サポート性能は二の次として純粋に草元素の火力を押し付けるキャラ、言うなれば八重巫女やフィッシュルのように裏から火力を出すキャラに近い印象を持っています。草元素の付着頻度などに関してはまだまだ未知数なところですが、燃焼を安定させる能力という点ではナヒーダに近いところがあるのかなとは思っています。今回この編成をエミリエに変更することでできるであろう点は一つ、草元素側の火力につきます。ナヒーダはどちらかといえばサポーターであり、草元素の追撃の火力としてはほどほど、エミリエはこの火力はおそらく超えてくるであろうと想像できます。また仮にこの説が正しいならば、今回の編成の適性はエミリエの方に勝るとも言えます。それはベネットとロサリアの存在があるからです。トゲオモの2セット効果や PS ブログなどからわかるように、攻撃参照のサブアタッカーであるということからも、この2人のサポートをそもそも受け取るというのは簡単な話だと思います。今回の編成ではロサリアの会心率サポートはあまり恩恵がないものの、エミリエに代わることによって他の味方への火力貢献ができるようになるというのは大きな利点かと思われます。ただ逆にナヒーダだからこそできていたこと、主に熟知に関するサポート能力に関してはエミリエはおそらく苦手とするところだとは思っています。またエミリエ自身が火力を出したいであろうということから、エミリエ自身にトゲオモ4セットを持ちたいというふうになることもあるかと思います。そうなれば森林4セットを他の誰で持てばええねんという話になりかねません。今のところ思いつく限りの問題点はこの辺ですかね。エミリエの今のところでは明かされていない情報の中にこれらの問題を解決する手段があることを祈りましょう。総じてですが、今回ご紹介した編成をエミリエに流用することは割と可能なんじゃないかなとは私は考えています。厳選の副産物であるトゲオモ4セットがある場合は良ければ試してみていただいたらとは思います。またエミリエに関しては他にも様々な面白い使い方があるんじゃないかなとは思っています。結構楽しみです。今回ご紹介した編成に関してもコンセプトはそのままに、編成キャラクターや装備やらを大幅改変したものになるかもしれません。いずれにせよこのあたりの検証を踏まえて様々な編成をご紹介する予定です。またその時はよろしくお願いします。とまあちょうど編集中にね、次のナタの国の情報が解禁されて、新しいキャラクターとか、炎の神様の美女とかが解禁されて結構盛り上がっているんですけども、もうすぐ4周年を迎える原神、4つ目の国フォンテーヌ最後の国を飾るキャラクターエミリエに関してもちょっと期待しておきましょう。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。